はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、センチネル3号メカトロウィーゴエヴァンゲリオン初号機です。はい、全高約7センチの可動ロボのメカトロウィーゴシリーズから、なんと初号機とのコラボアイテムが出ました。ただメカトロウィーゴシリーズは僕もこれしか持ってなくて、本当はたくさんいろんなカラーとかコラボアイテムとかがあって、こういう完成品だったりプラモデルだったりいろんなカテゴリーから発売してますけど、関節が割と稼働したりとか、一部合金が使われたりとか、口が動いたり、僕が買ったのはヘリコプターってやつなので、後ろのパーツを取って付属のヘリコプターパーツを武装というか装着することでヘリコプター形状になったり、ロボ型アクションフィギュアとしてはかなり面白いアイテムなんですよね。定価が5800円で、予約したかったので5500円ぐらいで買いました。外箱をぐるっと見回すとこうで、こちら側が表で小窓があって、ネルフのマークとか、サンプル画像の時点で通常のメカトロウィーゴをベースにしながらもうまくエヴァっぽさが全面出てますよね。箱の下側もすごくエヴァっぽい。ではレビューしていきます。はい、パカッと開けて出すと、そう標準でディスプレイ台座ケースが付属するんですよね。前のヘリコプターもそうでした。で、ここの、おー、ケースを外すことでブリスターが出てきて、パープルカラーが思ったより薄い感じかな。はい、台座にすでにはまった状態で、おー、つや消しなんだ。こういう感じなんだ。メカトロウィーゴ初号機が入っておりました。引っ張れば、取れますね。はい、中身はこうなってて、メカトロウィーゴ初号機本体とアンビリカルケーブル、台座兼ケースと説明書も入っておりました。まず高さが約7センチということで、他のアクションフィギュアとかソフビとかアイコンガシャットと比べるとこれくらいの高さで、そこまで小さくありませんし、ふくよかなボディラインのおかげで横幅のボリュームとかはありますので、ギュッと情報量が詰まってるようなアイテムですね。僕がもともと持ってたヘリコプターと並べるところで、基本造形は同じで、一部エヴァ用に新規パーツがあったりとか、本体カラーとか塗装箇所は大きく変わってますね。というか目とかほんとすごい。横側からの比較とさらに後ろ側。ただパーツ多分共有してますから、ヘリコプターとか装着できそうな感じですね。後でやってみましょう。それでは本体をぐるっと見回すとこで、後ろ側、横、正面、反対側、上側、下側で、初号機カラーで色分けほんと細かい。さらに上半身を近づいてみるとこうで、ちゃんとエヴァっぽい少し凶悪そうな顔をしてますし、肩周りの新規造形すごいですね。で、可動は両腕が根元から動いて、肘可動を、手首は回転して、ここは分割で指が動きます。下側一本のみですね。こちら側も同じように動いて、口の開閉もありますから、お、そう、今回サンプル画像で中が赤いパーツになってて、これがまさに初号機の暴走状態を再現できると。で、ボディは可動がなくって、足は付け根から動いて、お座りポーズなんかもできますし、後ろはここまで上がりますので、ダッシュポーズとか、ハの字型に開くこともできて、膝可動に足首。というか、左手のパーツが1個外れておりました。あと、稼働する箇所は、あ、これ取れやすいな。あと、お腹のパーツも何分割かで外れますので、ごそっと引っ張れば、コックピットが丸見えですね。これはメカトロウィーゴ共通で、中には子供が立って、このレバーを持って操縦できるような特殊なコックピットになってます。しかも一部に合金パーツが使われてて、多分このパーツのみが合金で、あとはプラスチックパーツ。こんな感じでいくつかのパーツに分かれて、一部戻すことでコックピット丸見え状態なんかもできますね。さらに後ろのパーツも外れますし、ここが外れれば、あ、いけそう。多分ヘリコプターいけそうな感じで、今回は初号機用に、ここにアンビリカルケーブルを刺せるようになってますから、というかこれもめっちゃよくできてるんですけど、
チューブがなんかすごい柔らかい、ウニウニ。で、こちら側が台座にはめるような形ですね。一度ブスッと差し込んで、背面パーツなんかを元に戻しつつ、こちらも蓋をして、というかこっちも合金ですね。なので、ちょこっとだけ重量感があって、触ってる感じが超合金ロボっぽくっていいんですよね。で、付属の台座のここを引っ張って、外して、よっ。アンビリカルケーブルの反対側を差し込むことで、まさにエヴァンゲリオンって感じですが、電源配給状態を再現することもできます。このまま台座に乗せて、自立もしますから、蓋を閉めれば、アンビリカルケーブル接続状態のままディスプレイすることなんかも OK です。すごい。この部分は引っ張れば取れますし、カバーをセットすれば元の状態に戻って、付属のディスプレイはアームがついてますから、ここを足の付け根の引っ掛け部分に差し込むことでカチッとロックしますから、先ほどの台座に差し込むことで安定してディスプレイすることも OK です。しかもケース付きな上に、上側にスタッキングもできますから、他のメカトロウィゴがあれば、ケースごとガチャッと合体することも OK ですね。この飾りやすさは超優秀。台座があることでいろんなアクションポーズが取れますから、ちょっとしたジャンプポーズとか、口を大きく開けて暴走っぽいことができたり、下半身の可動を使えばちょっと可愛く、お座り状態で暴走。口を閉めれば普通に可愛いロボに見えますし、でもちょっとやっぱり凶悪顔かな。バランスが割と良くって、自立も非常に安定しますから、台座がなくてもバシッと問題なく立たせることができますね。僕がエヴァ系のフィギュアで一番気に入ってるロボット魂の初号機と比べるとこうで、こうやって見ると色再現というか肩パーツの造形の特徴なんかもうまく捉えてますし、色分け優秀ですね。似てる。ちゃんと出っ張ってる部分とか配色も完璧。お腹の緑ラインも今回入ってますから、要は新劇場版扱いですね。顔を近づいてみるとこうで、黄色い目とか角部分なんかもまんまですし、凶悪そうな顔の再現度もなかなか。そして下半身もエヴァ的なこの膝パーツのところが出っ張ってたりとか、ちゃんとグリーンとパープルで塗り分けられております。後ろの比較はこうですね。元々のメカトロウィーゴからすると、肩パーツなんかも全然違って、腕パーツの一部も新規ですし、膝のこの出っ張りとかも通常はありませんから、相当初号機用に変わってますね。それと、ヘリコプターパーツは付けることができるのかな？背面パーツを外して、ここにカチャッとジョイントを使って、はめ込めば、あ、全然大丈夫だ。問題なくガチャッとはまりますので、メカトロ初号機にヘリコプター合体もいけますね。いろんな角度から見るとこうで、割とマッチしてる気がする。問題なく合体できております。ちなみに流行りのゴジラ VS エヴァンゲリオン的な感じで並べるとこうで圧倒的な体格差。だいぶ小さいですね。まあ、でも、それなりに対決っぽくも見えますし、やっぱりメカトロウィーゴ全身すごいよく動きますね。一番真ん中の胴体部分こそほぼ固定ですが、ぐるっと腕とかを回すことで、勢いに乗ったジャンプポーズや、そのままゴジラに取り付いて、噛みつき攻撃みたいな感じで、メカトロ側の関節がすごいしっかりしてて、割と固めな関節パーツですから、アクションポーズが本当に取らせやすいですね。
はい、ということでセンチネルメカトロウィーゴ初号機を紹介しました。通常のメカトロウィーゴをベースにしながらもすごく初号機っぽくって、ふんだんに新規パーツが使われてましたし、アンビリカルケーブルの付属とか細かいところまで行き届いてましたね。ただ合金が使われてるとはいえ、7センチから8センチぐらいのフィギュアで定価が5000円台って考えると決して安くないアイテムなので、バンバン買えるものでもないんですけど、こういうヘリコプターとかオプションがつかないものであれば、通常のその状態のメカトロウィーゴ35なら定価が3500円とかで買えますので、まあ、そう思うと妥当な価格なのかなって感じですね。本当にいろんなモデルがあって気になるものが多いんですけど、もし今後また面白そうなコラボアイテムのメカトロシリーズが出れば買ってみたいと思います。でも初号機良かったので他のエヴァとかもあればいいなって感じですね。以上、センチネルメカトロウィーゴ初号機の紹介でした。